始めです。今ですね、まあ、福岡に来てるんですよね。ちょっと車でも走らせますか。そうですね、はい、M さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、まあ、飯も食って、はい、ええ、まあ、食欲は満たされたんで。そうですね、次の欲を満たしたいですね。いや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 、はい、ちょっと動画ね、うん、回ってるんで、あんまりそのあれですよ。そうで、やっぱあのちびっことかも見てるんでね。そう、うん、あれなんですけど、やっぱほら、あのせっかくね、福岡地元帰ってきたんで、はい、多少ははっちゃけてもいいんじゃないっていうのがあるんですよね。まあそうですけど、うん、ちょっとほら、あのもう金ならあるんで、うん、もういやらしい言い方ですよ、金ならあるんで買いに行きますか。な、何ですか。女でも買いに行きますか。いや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 、まあまあその動画は伸びるよ、そういう、うん、なんていうかな、まあ、闇、まあそうですね、闇系のね、うん、そういう子が伸びるけど、そういうのはやっぱどうなの。いやいや、やっぱさ、だってもう、うん、大体福岡来たらさ、うん、泣かすやん、夜は泣かすやん。まあ泣かすっていうか、博多の方にね、うん、行くけどさ、まあやっぱ歓楽街を通るわけですよ。 ね、うん、で、そこでちょっとお酒も入ったりなんかしてさ、ちょっと一発買うかみたいな。まあそうね、まあその福岡にしかないっていうか、まあ、うん、あのだって、うん、福岡のやっぱね、あれやもんね、なんか福岡の女は、うん、レベルが高いっていう。あんまり俺は予想知らんけん、なんとも言えんけど、俺は多分買ったことないかな。え、マジで。うん、マジで買ったことない。あのね、福岡のそのよその人が、うん、やっぱ福岡遊びに来たら大体喜ばれる、うん、大体なんかすごいねって言われる。確かに、うん、なんかあ、やっぱ違うね、逆に違うね。地元の人は女買う。まあ、人にもよるかな。ね、なんかそんなイメージがするな。こういうなんか現状というか、うん、地方都市のなんかそういうのあるやん。そうね。東京じゃない。うん、なんかそういうのを身をもって体験というかさ、なんかそういうのをした方がいいのかな。そうそう。これが現実ですよっていう。そうね。うん、悪いことじゃないもんね。そうね、うん、まあそのいいか悪いかっていうのは、まあ人によって捉えようはあると思うけど、違法じゃないしね、なるほどね。そうそうそう、うん、ただ俺たちはその真実を伝えたいよね。確かに、うん、そうだよね、まあ、見てくれてる人ね、うん、そうそうそう、もしかしたらその否定的な意見もあるかもしれないしさ。まあね、うん、あのはじめさんのことを応援してくれる人たちばっかりじゃないと思うけど、うただ俺はやっぱリアルに迫りたいわけですよ。たとえそれでね、あのプチ炎上ぐらいしようと思う。わかりました。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。行きましょうっていうのはダブルミーニングですよね。青でした。じゃあとりあえず今博多駅に向かってるって感じですね。そうですね。わかりました。じゃあちょっと その辺でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。の近くですか、ここは。そうですね、到着しましたね。はい、福岡の中心部ですね。大丈夫、福岡の中心で愛を叫ぶということで。まあまあまあ、そうですね。そうなってくるよね。あんまこのカメラ持っていかんほうがいいよね。うん、そうかな、悪目立ちしちゃうかな。そうだよね、じゃあちょっと携帯でこれ、うん、こっからちょっと携帯でやっていきますか。違法ではないと思う。違法っていうか大丈夫だよね、そういうんじゃないもんね。うん、博多駅ですね。博多駅ですね。はい。これからちょっと行くと、まあ、歓楽街、まあ、夜の街ですね。ああ、そうですね。今何時ぐらい？今ですね、うん、9時半かな。夜はこれからです。9時半か。はい。戦いは時間的には大丈夫？時間的には、うん、まあ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 大丈夫じゃない？大丈夫。問題ないかなっていう。ああ。
慣れとるね。いや、まあまあまあ、言わすなよ。言わすなよ。ああ、そう、大丈夫かな。まあ、だてに三十何年、まあね、福岡に住んどらんけんね。あ、大体福岡の街のことはね、もう表も裏も全部知り尽くしとるとよ。そげんね。そげんたい。というわけですね、今、こちら、博多駅の方にやってきました。この辺からですか？そうですね。戦場はここからですね。この辺で。はい。潜入という形で大丈夫ですか？行きましょう。行きましょうか。もうですね、恥ずかしい話ですけど、もう我慢できないです。はい、我慢ができない。はい。博多の女を買いに行くってことでいいですか？間違いないです。わかりました。博多の女を裸にしていく。むくってことでいいですね。そうね、そうね。だんだんヒントが出てきたけど、ね、値段とかもさ、ちょっと俺そんなお金持ってないし、まあまあそれはね気にせなくて、俺が出すから金はあると。金はあるし、はい、うん、でもまあ確かに金切りやもんね。まあ量というこっちに行く感じ。とりあえずこっちの方に。そうですね、こっちに。まあとりあえずこっち側か。こっちに行きましょう。はい、わかりました。じゃあ行ってきます。結構明るいんですね。そうね。まあ駅のど真ん中なんで。だから人が行き交う場所で変えるってこと？まあそう、紳士は逆にそうなんですよ。ああ。紳士の場所に行くと。なるほどね。みんなが見てるところでさらっと慣れた感じで。いや、豪華で思い出作りましょう。カメラ大丈夫？カメラは、うん、もしかしたら不審には思われるかも。でもね、問題ないと思う。俺が何とかする。食ってやりましょう、はじめさん。買ったね。あ、買っちゃいましたね。561円。福岡、Living the Life。買ってきたばい。大人の階段登ったばい。これが博多の女たい。うまかと？うまかばい。福岡、Living the Life。多分もうこれ見とる人は、まあそうだろうねってなったし、ここまで見てくれとる人がおると思えん。そうね。うん、申し訳ない。まさかそんなベタな展開じゃないよなって思って今まで見てくれた人が多分一部いると思う。確かに。そんな人たちの期待を裏切ってしまってすいませんということで。申し訳ないです。メーカー方の人。欲望の赴くままに向いちゃってください。こちら、はい、ピンクの箱があらわになりましたね。いや、でも俺初めて食べるわ。あ、マジで？これ見たことない俺。これを口にしたことがないわ。あ、まあでもそう、よその人に、福岡以外の人に買っていくお土産やもんね。これはあんこ系のやつですかね。あんこ系、まあそう、和洋折衷な感じかな。カステラとあんこみたいな。博多の人は博多の人よってやつね。そんなんやったっけ？そう全然覚えてないな。女を食っちゃってください。いただきたいと思います。人ね、人ね。間違えとったかもしれない。あの最初さ、うん、女とか言ったよ。うん、その表現がおかしい。そうね、人って言っとかな。人、そう、なんか勘違いしとったかもしれない。そう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 、見とる人が、
人を買うっていうちょっとカメラが見てる人はちょっと勘違いしたかもしれない、うん、でも女を買うと人を買うだったら人を買うの方が闇深くない？人身売買っぽくてどっちも良くないけどねはい、あ、なるほどね、うん、こういうなんかロールケーキ的な、はいはいはい、ね、綺麗な穴ですはい、じゃあ早速いただきたいと思います。お願いします。一口、はい、ロールケーキですね。なんかちょっとちっちゃな、うん、中あんこが、うん、非常に上品な甘さでございます、はい、これはお土産とか喜ばれるね。上品な味だけど、僕らはあの下品な解釈ですいません、本当本当申し訳ないです福岡リビングライフ以上ですけど、はい、大丈夫ですか？カメラが、カメラがあ、食べときます？M さんも、いや、いいですいいいいいい、ぜひぜひぜひ博多の人、はい、どうぞどうぞ。マジですか？はい、うんうん、どうですか？俺とパジメさんの関係を表してる感じがする。お、その心は？日本とアメリカ、こう東洋と西洋のコラボレーションですね。カステラ、ロールケーキと中にあんこ、まあ、カリフォルニアと福岡をつなぐ架け橋、それが博多の人なんですよ。うまい。そうでもない Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. いい女ばい。いい女ばい。いい女たい、これ。よかおごじょたい。